ミポリンを監督させていただきました。そして最後に警察官役としてちょっと出させていただきました。松本大輝と申します。本日は本当にありがとうございました。一番最初の公開は、去年の9月ですか。そうです、9月に元町映画館さん、はい、これミポリンは全部神戸でロケをさせていただいた、ね、はい、作品なんですけれども、地元の元町商店街にある元町映画館さんで公開をさせていただいたという感じですね。あれ、どれぐらい上映したんですか、期間は。1週間させていただきました。9月の7日から1週間ですね。ちょっと聞いた話で申し訳ないんですけども、はい、記録作ったんですよね、その時に。そうなんです。どんな感じだったんですか。7回上映だったんですか。回数はやってたんですか。1日、1日1回上映させていただいて、はいはい、7日間。もうこれなんかちょっと自慢みたいになっちゃうかもしれないですけど、いいですよ。前日、はいはい、満席ということで、ありがたいことに、はい、素晴らしい、ありがとうございます、なんかもう、あれ、じゃあ松本さん、今日2日目なんですけど、はい、うちすいません、ね、17名というお客様がね、昨日より半分以下になってしまったんですよ、ね、はい、すいません、なんか大丈夫ですよ、僕の魅力のなさかなとやっぱり多分ね、女優さんっていうのが大事かなっていう、我々のトークの魅力のなさもあるかもしれないけど、撮ってたのは18年ですか、19年ですか。そうですね、18年の暮れと、はい、まあ、19年の1月に撮って、2月にクランク、1月の末にクランクアップして、はい、2月にお披露目、あ、社会みたいなことをさせていただ、それはじゃあ関係者の方だけですか、はい、そうですね、やってさせていただいて、はい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 、でそこから初めてその映画祭に応募っていうことで、はい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 、金沢映画祭の坪井さんと初めてお会いした、そうでしたね、はい、あれきっかけだけお聞きしてもらって、お聞きしていいですか、どうして撮ることにしたんですか、はい、映画ミポリンというか、それはもともと映画を撮、まあ、映像の仕事をしてたんですけども、はいはい、映画を撮りたいなっていう、はい、思いはありまして、はい、ただもうなかなかこう踏み出せずにっていうところがあって、ミポリンを撮る、時にその前にカメラを止めるなの、はいはいはい、現象があって、ありました、ね、それですごく勇気をもらったっていうのが一つと、はい、あと僕は実はそのこのミポリンをクランクイン撮影する、はいはいはい、入る前日に奥さんと離婚したんです、はい、あらもうこれもちゃっとね、それでもうなんかもうどうでもよくなって、はい、もうちょっともう猫、ご家庭も崩壊してからの映画ですごい一番マイナスの状態からいきますね、崩壊して映画も崩壊してっていう感じ、離婚映画ですよね、離婚映画ですよねつまり、はい、それでもうここはもう映画でも作ろうかという感じで、ちょっとそれって大丈夫の範囲でいいんですけど、はい、どうしてまあ映画を撮ることでっていうことではないんですよね。そうなんですよ。なんかいろんなことがあってたまたまそこになっただけだ。それ話し出すともう多分皆さん終電なくなっちゃうかなと、ね、まあ、全然僕に来るわけで朝までやってもいいんですけど多分皆さんそれは困ってて、まあ、何かがあってのたまたまじゃあそこになったわけなんですね。そうなんですよ、はい、じゃあそこで本当にちょっと本当に松本さんに今申し訳ないが、まあ、心機一転だったんですね。はい、そうですそうです。もう身を滅ぼして、身を滅ぼして撮ろうと、もう映画を作ってやろうという感じで、はいはいはい、でもうその時にこの内容というか、はい、ネタも決めてたんですか。大体もう低予算でやるしかないなと思ってたので、はい、監禁ホラーものをやりたいなっていうので、はいはい、なんかそのやりたいっていうことが先よりもまず柿尾さんで主演で、うん、何が撮れるだろうっていうのでいろんな映画を見た時にミザリー、あー、スティーブ・キング、これだったら、はい、この内容だったらその役者さんの人数だったりとか、うん、場所 も、はいはい、もうそのほぼ山荘の中で起こる話ですし、はい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 、これだったらちょっと低予算でもできるんじゃないかなと思ってその日本版ミザリーみたいなのを挑戦ですね。でこのミポリンっていうのも、はいはい、そのね、よくバカにされる ミザリーっていうのになんか近い名前にしたいなと単純ですね。まあだからミホです。で、まあミポリンで。そうですね。まあアイドルって要素もあるので、はい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 、ミポリンっていいんじゃないかなっていう。はい、でそこからもスタートして、じゃあ本当にまず絶対映画を撮りたいっていう監督の思いと、はい、まあ、ヒロインである柿尾さんとの出会いがあって、はい、そうですね、つまりもう一個の母体と、柱としてミザリーという映画があるので、うんうん、ここを3つで行くとしたら映画を撮りたい気持ちと、はい、彼女を主人公で一本やりたい、うん、で監禁ホラー、まあ、つまり和製のミザリーをやってみたいというのから始まって、で、これに行くわけですね。そうなんですよ。でその後はいろいろキャスティングをもうそこから決めるって、ね、そうですね。柿尾さんが所属してるミオクリエーションさんという事務所があるんですけど、はいはい、主にその声のお仕事とか声優さん
所属されている事務所さんに、うん、その方のマネージャーさんがちょっとパンフレットにも載ってるんですけど、すごく映画好きの方で、はい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 、またちょっと話がしやすいパターンですね。そうですね。で、はいはい、あのぜひやりたいんですって言ったら、あ、じゃあぜひ協力しますということで、その事務所の他のキャストの方に出ていただいて、もう同じ全員事務所同じ方なんですけど、で出ていただいて作ったという。あ、じゃあ、はい、不思議な話、その松本さんのお知り合いで来た役者さんっていうのは柿雄さんだけってことですか？そうです、そうです。あ、それ珍しいです。このタイプの映画ってどちらかというとこう、はい、ワイガヤパターンでいくじゃないですか。自分が今まで映像を撮ってきたチームで、はいはいはい、であ、じゃなくて本当にそこを真っさらなんですか？いや、もうそこから始めまして、でもちょっとです、ね、最初はもう本当に探り探りな感じで、よそよそしい感じで撮影が、まあ、ミザリーみたいな感じで撮影をするわけですね。あのよそよそしく監禁してって、はい、あ、でそれでね、どん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 、まあ撮ったのは10日間ぐらいでしたっけ。10日間ですね。かけて撮って、そうですね、撮影しようと思ってもう初日2日目ぐらいですかね、 2,3 日経って、はい、もうこれちょっとあかんかもしれんって思い出したんですよ。どうしたんですか？それを長編で考えてたんですけど、はい、このまま撮ったら 見れないもん、とても長編で、あ、はいはい、最後まで見てくれるようなものにならないんじゃないかなと思って、結構その脚本をいじったりとか、はいはいはい、何がしと呼ばせていただいてるんですけど、あ、そうですね、あの高村さん、ミポリンの後ろにこう、はい、ふっと出てくる黒い謎の女性、はい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 、一体何だったんだあれはってすごくお叱りを受けるんですけれども、はい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 、その、いや、素晴らしいですよ、何がし役の高村さんというヘアメイクさんなんですけれども、まあ、ヘアメイクさんに急遽、もう脚本にはなかったんですけど、はいはい、出てもらったりとか、はいはいはい、はい、でラストの展開も、うん、もうああいう感じで。ちなみに最初もし繋いでる感じだったらどれぐらいだったんですか、時間的に。もう時間はね、正直その箱書きする、はいはい、シーンごとにこういうシーンありますって、はいはい、計算した時は90分で考えた、はいはい、できるじゃないですか90分でそれがなぜかおかしなことに完成したら2時間超えてしまう。ここでそうなるんですか普通。逆算しても90分だったら短くなるんだったら分かるか。そうですね。じゃあなんか逆にちょっとエンジンかかっちゃったのもあります。なんかこう、あれも撮ってみたい、これも撮ってみたいっていうことではなくて、そういうシーンを増やしたりっていうのはなかったんですけれども、はいはい、やっぱり撮影していくうちに、例えばロケ地の人でいろんな人に出会って、この人に出会って出てもらったりとかっていうのが出てきて、はいはい、で最終的に正直金沢で124分かけたと、もう今では信じられないんですけど、全然自分としては長くないと思ってください。すいません、もう金沢の時皆さんに、審査員の皆さんにも、もう長すぎる、もうなぜここで僕が喋ります、もう正直に、なぜ切りたくなかったのか。あ、それ聞きたいですね。ぜひ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 、はい、これはですね、はい、天の尺というか、なんかその僕なんかその切れ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 って、はいはい、あの時にもう審査員の皆さんもそうですし、はいはい、その公開が迫ってて、はいはい、まあその劇場さんであったりとか、はいはい、宣伝のね、はいはい、松村さんであったりとか、そうですね、はい、もうみんな長いって切れと、もうみんなに言われるわけですよ。よく100対1で戦うってことですね。そうです。すごいですね、はい、それを言われると切りたくないって思っちゃったんですよ。それもうその時はもう頭がヒートアップしてて、はい、もうなんて言うんですかね、子供みたいな感覚ですね、はい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 、思春期の子供みたいな、はい、もう切れとね、切れっていう、これは、はい、自主映画で自分が初めて作った作品だから、自分が舐められてんじゃないかなと思ったんです。124っていう数字だけ見たら、うんうん、別に2時間後の映画なんかたくさん公開してるわけじゃないですか。なんで僕だけ切れってこんなに責められるんだろうって、いじめのような感覚、映画いじめかというもんぐらい、多分皆さんのその普段のフラストレーションを、ちょっと思い込みすぎない、思い込み激しいですかね、まあね、公開処刑というか、今自分に当てられてるんじゃないかと、日々の鬱憤をね、でそれをやられるともうすごく負けず嫌いなんで、はいはいはい、いやそこまで言うなら切りたくない、はいはい、逆にもうこのエゴを突き通して124分で絶対公開してるってずっと思ってたんですよ。はいはい、すごいですね。ただなぜ再編集しようかと思ったのかっていう理由がありまして、はいはいはい、これ坪井さん覚えてらっしゃるか分かんないと思うんですけど、ぜひ聞かせてください。その
ザ・ミュージック・バーっていうあと金沢映画祭の打ち上げ会場で坪井さんが声かけてくれたんですね、はいはい、坪井さんと。で切らなくていいんですってもう言ってくれたんです。そうそう本当はね、もうこれは松本さんの愛があるから切れないんですよね。わかります。でも次はこれは長いですと、はい、次やるときは80分90分ぐらいのもの、このこれの内容だったら全然できますし、次は短いのお願いしますみたいなことを、ちょっとごめんなさい、詳細は違うかもしれない、そういうふうに切らなくていいって言葉を初めて言われたんです、坪井さんが。そうですよ。だからその時に短くしようと思って、やっぱ皆さんから言われることをいろんな方に見ていただいて、ここいらないここいらない、はいはい、全てもう正論、もうその時もう聞きたいんですよ、ね、もう何も反応できませんなったんですけど、はいはい、ラストの10分の展開に関しては、うん、いろいろそこは言われたんですけど、はいはい、そこに関しては僕もエゴを突き通したんですよ、うん、それは誰の意見も聞かなかった、うん、これラスト10分をいじってしまうと、はいはい、こう自主映画で自分で借金をしてお金を、ね、出して、はい、インディペンデントで作ったってもう意味がなくなると思ったし、うん、多分あそこで切ってたら今いろんなところで公開していただいて、お客さんの感想として、まあ、良かったっていう感想ももちろんいただくんですけど、はいはい、やっぱお叱りというか、ああまあ ね, ね、はい、なんだあれみたいな、ね、なんだあれっていうことも素直に受け入れられるんですね、うん、今、はいはい、その10分はもう自分の責任で、うん、はいはい、もうここは絶対変えないっていうのを、もしあそこを変えてたら何か批判された時に絶対人のせいにしてたと思うんですよ、うん、ああ、例えばいろんなことでね、坪井さんに綺麗って言われました、うん、そこみたいな、僕のせいに思ってる、いや、分かる、逃げを、自分の、まあ、例えばね、はい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 、でもそこのラスト10分に関しては誰が何と言おうと、うん、エゴを突き通さないともうこれは公開できない、本当に戦いですよね、監督で、はい、次は次で一応もうジャンルは決まってるんですか。はい、もうやりたいことは決まってるんですけど、それは言えたりするんですか、チラッとは。もう全然、多分言ってもどうせ変わるんで、ちょっとそんな緩い企画やめてもらえます。コメディ、あ、コメディはコメディですね、はい、本当に。でも今ね、こう、はい、まあ元々はその元町映画館さんが10周年を迎えるということで、そうだそうだ、はいはい、そのお祝いとして短編映画を作るっていうところが始まって、でももうなんか企画はアイデア膨らませてたらもうこれ無理だと思って、短編まあ短編は短編でしか作りつつ、はいはい、長編作りたいなっていう思いがもう抑えきれないんで、最近もうこの創作意欲がもう抑えきれないんですよ。いいですね、はいはい、もう早く作りたくてしょうがなくて、はい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 、で今こう映画業界自体ももうこう元気ないじゃないですか、ね、はい、映画館さんも潰しもね、はい、もう元気ないです、もうね、はい、だから今その映画館を救うために映画を作る映画の話を、まあ、作りたいなと思っていて、はい、ちょっと僕らの未来逆回転とミシェル・ゴッドリー、ジャック・ブラックが出てる、はいはいはい、ありますね、みんなで映画を作るやつ、あんなもう明るい、おもうハートフルな、もうカオスじゃないです、もうカオス、カルトはもう一切もうなんでそこでハートフルな、もう、はい、あ、よかったって、もう最後映画館もうみんな満席、いいですね、よかったってみんながこうな泣けるような、はい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 、映画作りたいなと思って、だからもうそうですね、いや、まあ本当に僕もぜひ次回作は期待してますので、はい、またトークさせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いしますと同時に、はい、じゃあ最後はすいません、松本さん締めていただいて、はい、よろしくお願いします。本当にね、こんなご時世にって言ったらあれですけど、もう本当にね、昨日もそうですけど今日もこんだけお客さんが来ていただけるってことは全く思ってなくって、で正直僕の中でも葛藤があったんですね、まあ、こういう状況で、まあ、宣伝もこう大々的にできない、でイベントももうどうするんだ、で舞台挨拶やるっていうのも、もう正直世の中的にはこれ舞台挨拶やるっていうこと自体がもうアウト、もう NG、 コンプライアンス的にはなのかなとか、その劇場さん何かあったら劇場さんにご迷惑をかけしたりとか、お客さんにもね何かあったらっていうことも考えて、まあ、いろんな意見もいただいたんですけど、僕絶対今だからこそやるべきだと思ったんですよ、舞台挨拶こうやって皆さんっていうのは、その、まあ、こういう状況で本当に世の中壊滅的な絶望的な状況になってて、で
なそうですね、そういう中で、まあ、ちょっとでもこうひとときでもこういう映画を見てもう辛い現実を忘れるっていうか、まあ、そのことって絶対大事だなと思ってて、僕にとってはその映画っていうのが全然不要不急のものではなくって、もう生きていく上で必要なものっていうか文化だし、まあ、こういう時だからこそ、まあ、僕らだったりとか秋代さんだったりとか役者さんで行って、お客さん、まあ、少しでも本当皆さん大変だと思うんですよ、毎日本当に生きていくのだけでも大変だと思うんですけれども、なんかその中で、まあ、希望っていうか、まあ、ちょっと本当笑っていただいて2時間だけでもその今の現実を忘れてもらうっていうことが絶対大事だなと思ったし、ただやっぱりね、キャストさんにも今回やりたいんですと僕はっていうのを言って、で昨日柿雄さん、津田さん、レイさんも立っていただいて、で昨日柿雄さんからも連絡が来まして、で正直私も不安でしたと、葛藤があった、ねご迷惑をかけしちゃうんじゃないか、こういう時に本当にこんなことやっていいんじゃない、いいのかっていうのを思ってたけど、舞台に立って皆さんの来ていただいた方の笑顔を見た時に、あ、間違ってなかったと。で本当に自分自身もすごく楽しくて幸せな時間だったし、前向きになりましたっていうことを、まあ、柿雄さんもそうですし、津田さんもレイさんも同じことが返ってきたんですよ。で絶対この昨日歌っていただいた、まあ、僕もそうですし、今日やれこういったイベントさせていただいて、皆さんにねこう触れ合えたっていうことは、絶対今後こういうエンタメというか、こういう映画に関わっていくにあたって糧になるというか、モチベーションにつながることだと思ってますし、もう本当にね、映画館さんすごく大変で、もうこの本当に今もう危機的な状況になっていると、どこに、関西でもそうですし、マスコルさんも報道ステーションの皆さんご覧になられたと思うんですけれども、もう本当に、いや本当にやばい状況になってます。でもしこのミニシアターさんがもう消えてなくなってしまう、町のミニシアターさんがなくなってしまうようなことになったら、まあ、僕らみたいなその地方でインディーズ映画作ってる監督とか、ね、役者さんももう発表する場所がない、もう発表する可能性を持った場所を失ってしまうっていうことは、もう僕の今唯一支え希望になってる、次の映画撮りたいっていう生きる希望になってる、それすらもうなくなってしまうっていうことなんです。それは絶対に避けたいし、皆さんにとってもやっぱりいろんなこういろんな作品を見られるっていう機会を失ってしまう、多くの人の希望を失ってしまうことなので、絶対に避けなきゃいけないと思うし、何か少しでもスコールさんに役立つことができたらなと思って、今回こうやって無理を承知でイベントさせてくださいということでさせていただきました。でそれでもう一個だけ、ごめんなさい、お時間ないかなんかあれなんですけども、今関西のミニシアターさんもすごく大変な状況で、今ちょっとそういったことでもお客さんに来てくださるとも言えないっていう中で、どうやってミニシアターさんの延命をさせるかっていうことで、今とあるプロジェクトが立ち上がりつつありまして、ちょっとまだちょっと言っていいのか分かんない言えないんですけども、あるものを来週から多分販売するみたいな感じになると思うんですね。で昨日ちょっとそういうメールをいただいて、応援コメントも送らせていただいたんですけども、それぜひもしご協力いただけたら、多分もうすぐに明日明後日にでも多分そういった情報がSNS でも上がってくると思うので、ぜひ皆さん本当甘えてしまって申し訳ないんですけども、行きましょう、行きましょう、はい、そういったことで1枚そういうものをご購入いただいて、はい、ご支援いただけたら、僕らにとってもそういった夢がつながることにもつながりますし、ぜひお願いしたいなと思っております。すいません、よろしくお願いいたします。なかなかと申し訳ない、まあ、でも本当にもう松本さんの思いがもう溢れたもう最後の言葉だったと思うので、はい、ここはまあちょっと確約の約束はできないんですけども、はい、まあ、自分自身だけの思いで言うと、次回作をパッサンができて持ってくるまでは、火は消すつもりは全くないので、だから要するにあそこでも言ってたあれですけど、もうね、外の力はもう知らないです、それはもう勝手にやってくださいってことでは思ってるし、はい、で期待してることもないです、はっきり言って、いろんなところにもう、それこそまあ
ちの社員の木俣がそうだったんですけど、37年はほぼ自給自足でっていうところでいた映画館だと思うので、うん、だったら自給自足でもう行くしかないと思ってるし、うん、映画がある限りは映画館はあるものだと思っているので、だったら、はい、まさにとってもそれスクリーンと座席さえあれば行けるんだったら、うん、もうどんな状態になっても、うん、もうそこはもう回りきりたいなと思うので、とにかく撮ってください。で、とにかく待ってますので、で大阪大阪で、まあ、関西の絶対そういう盛り上がりは絶対大事なの で僕ら名古屋のとこまでそれをこんなにやってるんだぞっていうことを言ってくれるような、多分関西のチームも僕もそれは分かってるので、絶対そこでこっちが悔しくなるようなことをまたやったら、こっちもこっちでやっていくと、だんだんみんな元気になっていくと思うので、ぜひともお待ちしてますので、そうですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。松本さん、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。